はい、どうも皆さん、ケジオです。天神やっていきます。前回は綾辻さんルート入って1日目と、2日目やっていったって感じかな。まあ綾辻さんはこういう人ですよみたいな、クラス委員をやってて先生にも頼られてる、まあ優等生なんやけど、ただ真面目な優等生ってわけじゃなくて、まあまあまあ抜くときは抜くというかね、そういう一面も合わせ持った、まあみんな生徒からも人気な女の子ですよということで、休み1がりほこちゃんとの出会いイベントがあったので、まあ前見たやつやな。あの梅原くんが教科書忘れて、あのりほこちゃんとかなえちゃんやったっけ、あの友達のが出てくるやつがあったので、まあカットして今撮ってますと。これが次か、昼やで、こっち見ようかな。喉が渇いたな、飲み物でも買いに行きましょう。はい。なんだか喉が渇いてきたな。よし、自動販売機に飲み物を買いに行くか。何コーンって、ブッ、一体なんだよ。あ、空き缶だ、誰だよこんなもの投げるなんて。まさかの、あれあ、綾辻さん、こんなところで何してるの？飲み物でも買おうと思って来たんだけど。ああ、そうなんだ。そしたら誰かが空き缶を投げ捨てたみたいで頭に当たって。大丈夫？中身は入ってなかったから大丈夫。そう、それならいいんだけど。でもひどいよね、空き缶を投げるなんて。ほんと誰がやったやろうな。ゴミはちゃんとゴミ箱に捨てるべきだよ。え？あ、そうね。あやつじさん、どうしたの？あなたってちょっと不思議な人ね。え？どうして？だって投げた人じゃなくてその行為に対して怒ってるんだもん。ああ、なるほどな。だってそれが当たり前でしょ。当たったのは僕の運が悪かっただけだし。変かな。ちょっとね。そっか。ああ、そうだ。私頼まれ事があったんだ。え？ああ、そうなんだ。話の途中でごめんね。いいよ、それじゃあまた。お大事に。おおいいですね。今のってアドリブなんかな、あの声優さんの。お大事に。いや、いいですね。それにしても一体誰がこんなことを。もし女の子に当たったりしてたら大変なことになってたぞ。仕方ないな、まったく。これは、あ、なるほど。綾辻さんは何も言わんかったけど、綾辻さんが投げたってことでええんよな。決して謝らんかったけど。触れもしやんかったし。で、クラスのみんなが綾辻さん席に集まってる。何をしてるのか覗いてみようということで、覗きに行きましょう。さてと、そろそろいい時間だな。席に戻って次の授業の準備を。あれ、みんなが綾辻さんの席に集まってるけど、一体何をしてるんだろう。
ちょっと覗いてみるか。お？あやつじさん、ここ教えてくれないかな。今日は出席番号で当てられそうなんだ。え？どれどれ？ここのとこなんだけど。うん、これはね、公式を応用してこういう形にして。あ、なるほどね。山崎って誰？いきなり名前出てきたけど。田口。あの先生、説明下手だよね。こうやって教えてくれればいいのに。磯前。ねえ、あやつじさん、これはこれは？これはここの計算でミスしてるわよ。あ、本当だ。あとは完璧だから、このまま公式を解いていけばバッチリね。うん、ありがとう。あやつじさん、できたけどこれで大丈夫？うん、合ってる合ってる。男子だけ名前ないんやな。これあれ、ピンクが女の子ってことでいいよな。だから山崎、田口、磯前っていうのがなんか名前があって、他はなんか男子 A とか。え、今のって暗算？あ、うん。はあ、あやつじさんって相当頭いいよね。あたしらとは作りからして違うのかな。そんなことないってば。すごい、まさにあやつじ塾って感じだな。先駆けあやつじ塾。おお、びっくりした。すっげーよなー、あやつじさん。遠近感壊れるわ。うわ、梅原、近い近い。ぬっと出てくんな。おいおい、そんなにでかい声出すなって。急に出てくるから。まあまあ、そんな細かいことは気にするな。それよりも。それよりも？あやつじさんは本当に大したもんだ。ああ、そうだな。教え方も丁寧で分かりやすいしよ。あやつじさんみたいな人が先生だったらいいのにな。へへ、まったくだな。お、今の見たか？え？あの白魚のような指で美しい黒髪をかき上げる仕草。くー、息だねー。お前どこ見てんだよ。細かいこと気にすんなって。まったく。さてと、それじゃ俺もわからないとこを教えてもらってくっかな。お、ずいぶん熱心じゃないか。勉強より大事なことってあるだろ。お前な、そういうことかよ。じゃな。うん、純一くんも行こうぜ。あやつじさんって本当にすごいよな。僕もあれくらい勉強ができたらな。マジで頭いい人のさ、頭の中ってどういう感じになってんやろうな。青、これ見たやつか。ああ、せやな、あのブランコのやつ。あの通、あ、せやな、通報動向のやつやな。うん、これ全部見たな、もうどれでもええや。はい。うん、え、イベントの期間大丈夫かな、あれ。まあいけるやろ。うん、ん、あ、リホコちゃんか。あ、そや、リホコちゃん、そやな、カットした時に会うたもんな。はい。もう一日やろうかな。うん、
なんか1日目みたいな時間になってると思うから。おやすみ。おはようございます。行ってきます。ん？あー、はいはい、あの二人は意外に接点があるんやなと、うん、いうやつで、カオルちゃんか、前世の女。まあどうせ耳やんな、あの、はい、これこれ。いやー、この感じのカオルちゃん懐かしいな。この悪友ポジの、うん、懐かしい。これって今日か、あの田中ちゃんに告白してきたクソ男のやつ。え、これ明日にならな、見れへんやん。え、これさ、どっちか諦めなあかんってこと？マジ？マジか、最悪なんやけど。で、どっちのが大事やろ、これ。なんかこっちのが大事そうやな、見た感じ。これ大体あのなんか、固まって2つ出るやつって会話イベントなことが多くて、だってなんか他のイベントが消えてばらけてあえて出るやつってびっくりマークとなんか会話みたいな出たりするから。んで、あの星マークが出る黄色のマスに近いやつやから、これ大事そうやな、こっちの方は。うん、で今日はとりあえず初会話といこうかな。うん、あやつじさん。チャス。あら、あの物理のプリントありがとう。おかげでちゃんと提出できたよ。うん、それならよかったわ。ほんと助かったよ。それでね、僕からもあやつじさんにお礼よって思ってるんだけど。え？そんな気を使わなくてもいいのに。でも、じゃあ少し話し相手になってもらおうかな。それでいいの？うん、十分よ。それならお安いご用だよ。そっか。うん、ということで、まあなんというか、まあやっぱ無難というか、いつも通り最初の会話はやっぱ世間話で。お？ 2 連続か。学校で好きな場所とかってある？ええ、図書室とか屋上とか。へえ、そうなんだ。みんなとおしゃべりできる教室もいいけど、好みで選ぶなら静かな場所ね。なるほど。まあ別に、なんか賑やかなのは嫌いじゃないかな、やつじさんも。で、まあ最初のターン。っていうかさ、出会いの時点で何もヒントないってめっちゃ難易度高ない？あやつじさん。他の子、あったと思うで。何もヒントないやん。やっぱあやつじさん難しいんやな。委員の掛け持ちって疲れない？でも私が望んでやってることだから。そっか。ああ、なるほど。ノーヒントやで、マジで。メインヒロインというか、まあ、パッケージヒロインって感じの扱いやから、ね、なんかやりやすい感じのヒロインなんかって思ったら全然そうじゃないっていうね。めちゃくちゃ難しい。そういえば、どうしてあやついさんはクリスマス委員をやることにしたの？だって素敵なことじゃない。学校や市のみんなを楽しませるお手伝いができるなんて。うん、確かにそうだね。
ああ、なるほど。いや本当にヒントない。まあこの3は世間話でめっちゃ刺さるな。でもあやついさんは部活動はしてないの？うん、今は委員会で手一杯。そっか、そうだよね。でも興味はあるのよ。へえ、何部が気になるの？でもあやついさん運動もできるからな。確かとりあえず陸上部かな。陸部か。何も考えずに走れたら気持ちよさそうだなって。ああ、カオルちゃんのルートであやついさん足速かったもんな。なんか、うん、なるほどね。なるほどな、風になりたいとそういうことかな。まあ、5ターン目で世間話って入るかな。ちょっと行動は入っとると思うから行動やるかな。うん、よし、ここは思い切ってあやついさんの手を握ってみるか。よくお前そんなこと思うよな、ほんまに。ん？どうかしたの？初めて会話するこの手を握ろうとするなんて。あ、なんだか怖い顔してるわよ。変なことしようとしてるでな。いや、隙がないけど、行くしかない。行った。すごい、ちょっとすごい顔してるけどすげー顔してんななかなかせんぞこんな顔、あやついさん。あ、今もしかして胸を？ちゃうちゃうちゃ、そんなことするわけねえやろ。違うって。もう落ちたみたいだけど、糸くずがついてたから。え、ああそうだったんだ。ごめんなさい、変なこと言って。いいよまあ変なことしようとしてたんが11君やから、まあしゃあない。これは、うん、あ、そろそろ授業の時間ね。そりゃ怖い顔して胸触ろうみたいなねまさかこいつ胸触ってくるんちゃうかみたいな雰囲気してたら怖いもんなええ本当はもう少しあなたとお話できたらいいんだけど。本当に？でも時間じゃ仕方ないか。そうね、それじゃあまた。うん、またね。なるほど、危なかった。危うく制服荒らするとか言ったな。ん？ああ、これどんなやつやったっけ。そうか、茶道部の。まあ、とりあえず断っとこうこの二人と出会うイベントか。うん、まあ、なんでもいい。はい。で、リホコちゃんが来るけどタイムアップと。はい。うわ、もうモリモリやなこれもしかして休み1以外全部強制ちゃう？これ何やったっけ。あ、財布落としたやつか。あ、ほんでお礼を言いに行こうとして、うん、オッケー。なんでこれ放課後もあれやろ、カオルちゃんのやつやろ。全部強制。やばいな、あやついさんの放課後1個見れへんもんな。そっか、いやでもあれ、あーでもそっか、放課後の強制イベント取られんようにしとけばよかったんか。でも無理っちゃう？このイベントはこの日の放課後やもんな、絶対。避けようなくない？びっくりマークも。どうなんやろ。
どっちかしか選べやんくないやろ。やりようあんのかな。あの愛ちゃんが微妙な顔してたっていうやつな。はい。そうやな、ここまでにしとくかな今日は。3日目と4日目やっていって、まあなんやろ、あいつじさんがどんな感じの子かっていうのもうちょっと分かってきた感じかな。まあみんなに勉強を教えてて、まあクラスでも人気者って感じで、まあ決して近寄りがたいって感じじゃないよな。もう本当にみんなのクラス委員長みたいな感じでね、分け隔てなくっていうか、好かれる感じのね委員長で、いつのタイミングやったっけな、あやつじさんのあれになんのそれ覚えてないな。割と早かった気すんやけどな。でも憧れ行ってからやったっけ、多分出会い中はまだやと思うんで、まあそれもそのうちって感じかな。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。